ようやくお目覚めのようだな。君を見つけてからずっと一向に反応がなくてね。さすがに諦めようかと思っていたところだ。私の声が聞こえ、この状況に関して君の反電脳体は無理なコネクトジャンプを敢行した君が君であるためのデータを無産させてしまった。つまり今の君は君の残骸だ。どんな気分だい？言わずもがなか。君の運命は私もな。数世紀ぶりにイグドラシルの意志を受け動いてみれば、人間になったり探偵をしたり同胞、ずいぶん無茶をする女子も一人いたしね。まったく散々だったよ。だがおかげで実に楽しかった。ありがとう。この言葉を君に伝えておきたくてね。君が目覚めるまで待っていた。なんだ、照れているのかい？ん？君はこれからどうなるのか？先に伝えた通り、君のデータは無産してしまって、もはやその状態で半永久的にこの空間をさまようか、もしくはそうだな、で私の仕事はこれから忙しくなる。イーターはイグドラシルによって初期化され無害な存在に戻った。だがその正体は未だつまびらかではない。イグドラシルですら検知できない高次元にイーターの本体があるものと私は推測している。それをどうにかして確かめるつもりだ。どうだい、馴染み深い内容の仕事だろ。一緒に来て私の助手として働く気はないかな？冗談さ。君の困った様子が見たくなってしまった。私もかなり人間の影響を受けだからこそ、君たちの取ったあらゆる仲間を救いたい。私もそんな気持ちになっているんだ。いや、私だ。見たまえ。いいかい、私が影響を受けたように君の仲間となったデジモンたちも少なからず君から影響を受けている。君はほとんどデジタル生命体のような存在だったから、その影響力の大きさも推して知るべしだ。証拠はこのデジモンたち、君自身のデータが少しずつね。友情、愛情、絆、思い出、それらを全て集め精神データを再構築し君の体に再インストールしようと思う。前代未聞かつ少々強引だが我々のやることだ。道理もおとなしく引っ込むさ。私からもわずかながら君のデータを提供しよう。変なデータが混じっていても恨まないでくれよ。一つだけ心残りがあるとしたら、君に私のコーヒーをご馳走してあげられなくなることだな。では別れの時だ。私の助手であり、さあ再インストールの開始を、君の未来を君自身の意思で決定したまえ。